このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介しています。作付けの準備から収穫までのやり方や失敗、野良作業を楽にする改善や方法など紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要1、少なカボチャとズッキーニを植え付ける動画です。この動画はカボチャやズッキーニを栽培されている方向けです。ウリ科のカボチャ、ズッキーニ、メロン、マクワウリを同じ圃場で栽培します。今年は元肥を入れずに畑の地力で栽培します。少なカボチャは毎年栽培してきていますが、カボチャ以外は今年初めての栽培になります。強風が吹くこの畑で風に弱いズッキーニが栽培できるかチャレンジします。第1章、少なカボチャとズッキーニの圃場。これまで玉ねぎ、ニンニク、ジャガイモを栽培していた圃場です。第2章、定植する少なカボチャとズッキーニの苗。苗は右からズッキーニ、少なカボチャが2トレイです。4月17日に播種したズッキーニの苗です。4月10日に播種した少なカボチャの苗です。昨年の少なカボチャでうどんこ病などで小ぶりでした。例年は栗カボチャの2倍ほどの大きさになります。第3章、畝間隔を長靴で測る。作付け計画図を手元に持ってズッキーニ、長生きメロン、マクワウリ、少なカボチャの畝の位置を決めます。最初はズッキーニの畝を決めます。次は長生きメロンとマクワウリの畝を決めます。そして1本目の少なカボチャの畝を決めます。最後に2本目の少なカボチャの畝を決めます。畑の向こう側も同じように位置を決めます。第4章、旅来くるまでラインを引く。旅来くるまでズッキーニのラインを引きます。次は長生きメロンとマクワウリのラインを決めます。そして1本目の少なカボチャのラインを決めます。最後に2本目の少なカボチャのラインを決めます。紐を旅来車に巻き取って終了です。第5章、トラクターで畝を立てる。トラクターのグリーンの内側に向けて少し高い平畝を立てます。ハンドウィンチでワイヤーを巻き取って両側のグリーンの内側に設定します。40年前のトラクターのメンテナンスが不十分なローター駆動部のオイルシールから少々油漏れが発生しています。
輪は90センチ幅のマルチが張れる位置に設定しています。今日は4本の畝を立てます。3畝目で1本目の少なかぼちゃの畝です。最後の4畝目で2本目の少なかぼちゃの畝です。第6章、畝が完成。この部分はゴロ土なので各畝にトラクターを2回走らせています。第7章、マルチを張る。畝の長さが20メートル以上になってくるとマルチパートナーが必須になります。動画のマルチパートナーは90センチ幅専用で自作したものです。この場所は畑で一番高いところで、ちょっとでも風があるとマルチ張りが大変になります。こまめに仮覆土してマルチが飛ばされないようにしてマルチに覆土していきます。両端のマルチはしっかりと覆土しておきます。トラクターを2回かけして埋め立てするといつもより畝が高くなり、マルチ幅が少々足らなくなったので横を少し削っています。残り2本の畝も畝幅を少し削ります。マルチ張りが3本目になってくるとエネルギーがなくなってきてスピードが落ちてきます。
風がマルチの横に当たるので、この方向では張りにくいし、飛ばされやすくなります。注意しないと、マルチが風に持っていかれます。なんとか4棟にマルチを張ることができました。今日の植え付けで一番の労働作業です。第8章、定食場所の穴を開ける。ズッキーニは60センチ間隔で穴を開けていきます。だんだん生クラになってきます。腰を曲げたくないので支柱を斜めの状態で穴を開けています。スクナカボチャは80センチ間隔で穴を開けていきます。第9章、苗を底面灌水する。植え付けする前に底面灌水をして、バイドにたっぷりと水を吸わせます。ズッキーニのポットが浮いているので、バイドにあまり水分がなかったようです。上から浄土で散水して呼び水にします。次はスクナカボチャを灌水します。第10章、ズッキーニを植え付ける。ズッキーニは初めての栽培なので、今年は20株を植え付けします。これまで畝に必ず元肥を入れてきたのですが、今年は元肥なしで地力で栽培してみます。株元に水分の蒸発防止と雑草の抑制でもみ殻を入れた方が良いのですが、今年は省略します。腰が痛くなり、しばし休憩です。第11章、スクナカボチャを植え付ける。スクナカボチャは畝の両側につるが伸びて、かなり場所が必要です。今年のスクナカボチャは48株です。今年は畝の片側に粒が伸びるように苗を傾けて植え付けています。考えた通り、粒が片側だけに伸びているのかチャレンジです。マルチを破る穴がどうしても大きくなってしまいます。もっと小さな穴にしないと雑草も生えています。
今日の植え付けはこれで終わりです。第12章、植え付けが終わった圃場。今日は畝間に雑草一つないですが、これから雑草との戦いになります。第13章、ズッキーニの畝。横のジャガイモは先日の強風でかなり茎が折れています。ズッキーニが風にどれくらい耐えるか少し様子見です。第14章、スクナカボチャの畝。次回は畝間に行ってマイラズを巻く予定です。第15章、今日の植え付けが完了。第16章、スクナカボチャとズッキーニの管理。1、栽培方法。基本的に放任栽培です。余裕のある方は親と子づるの精子、水肥、人工授粉をしてください。2、スクナカボチャ。畝間に手前らずを巻いて雑草を抑制します。うどんこ病が発生した場合は葉を切除して拡散を防止します。実が大きくなってきたらカボチャマットを敷き新聞紙をかぶせます。3、ズッキーニ。風対策が必要な場合は支柱立てまたは防虫ネットを張ります。第17章、コーヒーブレイク。今日のコーヒーはイタリアンローストです。気泡です。コーヒーフィルターを忘れました。予備のマスクで代用してみます。マスク素材の耐熱性を確認してみます。マスク素材は熱湯でも大丈夫のようです。マスク素材が二重になっているためかなかなかドリップしません。ドリップできて飲める量のコーヒーができました。しかし気のせいと思うが、いつものイタリアンローストの味と違うようにも感じます。ミラーレスカメラの AF 性能をちょっと試してみます。それなりの AF 応答性はあるが、車の馬力と一緒で高速連写ができるカメラも欲しくなります。一杯のコーヒーで今日の疲労が少し取れた感じがします。
ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それでは、ごきげんよう。